上村、エビナ・キリスト論論争は、日本キリスト教会の指導者、上村正久と日本組合キリスト教会の指導者エビナ団長の間になされたキリスト論についての論争。福音新報1901年9月号で、上村が福音同盟会と退去伝道を発表。それに対して、自由主義進学の立場のエビナが、新人1901年10月号で、 福音信奉記者にアタウルの書を発表し、論争が起こる。この論争を経た1902年の福音同盟会の総会において、本同盟が、福音主義と認める者は聖書をもって、信仰と行為の完全なる規範とし、人とその救いのために世に振りまえる我らの主、イエス・キリストを神と信じる者を言う。と宣言され、エビナは、福音同盟会から追放された。ただし、 植村はキリスト論に集中しており、論争で確認されたことは、福音主義全体についてではない。その後に、日本キリスト教会は、植村の立場の東京神学者とより、保守的な神戸神学校に分かれる。また植村は、言語霊感を否定しており、自由主義神学に対処しきれなかったとの指摘がある。当時の福音同盟会会長は、本田洋一だったが、 友人であるエビナを追放したとして、会長を辞任した。また、内村勘蔵は、この論争について、進学上では上村を支持するが、心情においては、深く、エビナに服すと語っている。新編同志社の思想形上74ページその、時代五感、P4231906 年の第12回福音同盟大会で復帰。日本プロテスタント教会史上、 p181 から182、日本キリスト教宣教師、p193、福音主義キリスト教徒福音派、p162、岡田哲造、本田洋一伝日読書院、1935年、406ページ、エビナ壇上関係資料7ページ。ありがとうございます。